この動画に10秒以内に高評価できた人は顔にニキビができにくくなります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも。最近タクシー乗ってたらまた珍事件が起きた男、カイトです。間あるタクシー運転手の人の話なんですが、タクシー乗ってて会計が980円くらいだったんですね。で、じゃあ1000円出そうかなと思ったら運転手のおっちゃんが、はい、じゃあ980万円ねって言ってきて、これは一種のツッコミ待ちなのかナチュラルに頭ボケてんのかわからなくて、あーはいって一瞬遅れて反応してしまった自分を悔やみたい。ということで今回ネットでバズった鬼滅の刃の面白い動画がツッコミどころ満載だったです。この動画が一瞬でもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。まずはとある雨の日の鬼滅の刃の世界見ていきましょう。いや、マリオの世界かよ。雲の中にジュゲムでも入ってんのか。いいね、いいね。ねずかは、もうこれ人体発火だね。スマホを呼吸って見えるものじゃないから。そんで消えるんかい。火力まあまあしょぼいな。富岡さん聞いてますか。富岡さん、いや、何と合体しとんねん。隣の岩柱やないかい。次は富岡義勇さんが主人公になった動画です。いや、富岡さん結構悩んでたのね。意外と神経質な性格オブナンバーワン。Hello there. はい、一人目安定のフルシカと。Hello there.さすがに嫌われすぎだろ。ナチュラルステルス能力でもあるんか。いや、ヘビにもバカにされてんだけど、柱の中での地位低っ。いや、関わることがギルティ。何してもダメじゃん。旅とは最終選別の同期ですから、やっぱり唯一仲いいみたいでよかったですね。むしろ溝広がった。余計にヤバいやつだと思われとる。ちょっと嫌われるの分かってきたかも。ズンズン。ねえ、富岡さん聞いてるんですか。この後炭治郎みたいに胡蝶さんにも富岡さんは怒るのでしょうか。頑張ってますね。ねえねえ富岡さん、ねえねえ富岡さん、ねえねえねえ。なんか腹立ってきたな。授業中にイチャイチャやめてください。もし鬼滅の刃にワンピースのゾロがいた世界線見ていきましょう。はい、ルフィ。俺と戦え、ハンハンバオリ。いや、お前空気読めや。てか元気なら加勢する準備しとけや。クソイノシとか言われたんだぜ、モンジロー。破壊さ。ほんでまあまあ栄勝負しとるかな。誰か日輪刀だけ用意してあげて。洋次郎、お前早く殺してこの場を去らなければ。は、無事撃退クエストクリアです。鬼滅の刃と進撃の巨人がコラボした動画、無限列車の動画を見ていきましょう。トーマスやないかい。あと炭治郎が熱盛の埴輪くん。平然と無賃乗車やめてください。お、うまい。うまいじゃないか。いや、多分孤独のグルメの人、煉獄さんのコスプレをした松重豊。
とお互い話し合おうよ。肩の殴り合いになっとるから。鬼が来ようとコンコロリ。いや諦めないで。やりが要素どこ行ったの。鬼滅のスタンドバトル始まりよった。まだまだパワーを感じる。計算が外れたな。やろう。間髪入れず最後の攻撃だ。ほぼほぼジョジョやないかい。吸血鬼と無惨の血のハーフ。ぶっ潰れよ。なんだ。動ける時間はそこまでのようだな。何？どんな気分だ、ディオ。おら！最後だけ無理やり刀で倒したか。もう普通にスタンドで倒してよかったっす。ごめん、僕らの知ってる無限列車じゃない。もし煉獄さんが鬼滅の刃の2期に登場していたらの動画を見ていきましょう。随分とまあ早く動いたな。これほど動けるはずはねえんだけどな。俺の責務を待つ。まあ2人同時だから無理ゲー。こればっかりは人手不足ですね。お次の、いや二次被害広がっとるがな。鬼以外は基本謝めないで。好評の指 VS 鬼滅キャラの動画です。イノスケ野生に帰りすぎ。チョッパーの暴走モードみたいになっとる。はい、この後即処罰されます。怒った顔も美しい。お前どこを見とんねん。指とも戦いながら鬼も倒す見事さ。それ食用に含まれたんや。圧倒的コミカル感。後ろで両津勘吉の BGM 流れてたもん。急に喧嘩か？と思ったけど、これはまさか。いや、全く息合ってない。一方的な裏切りにしか見え、胡蝶さんと富岡さんのとあるデートの一日です。One hour later。二人でのデートは映画館になったんですね。富岡さん。いや煉獄さん利用されとる。この二人のデートで見るもんじゃない。お次は上限ワンツースリーが遊郭編に行った場合の動画です。ブッサイクだね。死んだ方がいいんじゃない。瞳の数字でもろバレるわ。ここカラコンとかつけてごまかそう。黙れ。何も違わない。私は何も間違えない。私の言うことは絶対である。一生懸命働きます。いや無理しないで。もし宇髄さんと赤座が戦った場合の動画見ていきましょう。いくぞー宇髄さん。瞬殺やないかい。そこにもう少し粘れるだろう。もしエレンが鬼滅の刃の世界にいたらを覗いてみましょう。全てのユミルの民に積む一大事だ。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し全てのユミルの民へ話しかけている。この世から駆逐するまで。重大な分岐違反のツケを払うのはあんただけじゃなくて俺は派手で華やかな色男だし当然だろ。すごい遠回しなナルシスト。まあ、イケメンだけどさ。いいか、
俺は神だ。お前らはゴミだ。いや、エレン体砕き散ったけど何？そしてもう一度言う、俺は神だ。証明しろ。いや、結局証明できんのかい。どうやら交渉決裂のようです。最後は鬼滅の刃のネズコが扇風機を使ったらどうなるか見ていきましょう。いや、ドリフのコントか。花尾が扇風機を使った場合も見ていきましょう。いや、リア充爆発しろ。付き合いかけのカップルぐらいしかそうならんわ。いや、マジで爆発するんかい。